ということで、今日はお話し会ありがとうございました。ですけど、本日はこの間古着屋さんに行きまして、その月のお洋服をみんなさんにお披露目しようの会なので、お話し会ありがとうってありがとうございましたを皆さんにお披露目しようと。そう、今日さっき会場でさ寝てたんですよ。そしたらさ、緑のペンを、青っていうか緑みたいなペンを握りしめて寝ちゃってて、めっちゃ青くなった。じゃあ早速一着目に行ってみよう。どれにしようかな。一着目いっぱいありすぎて、でもちょっとサクサクいかないとね、いけないですね。じゃあ一着目着替えたいと思います。そう、わーい、一着目着まーす。じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん、じゃんが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 じゃん。一着目のお洋服はなんか冬です。めちゃくちゃめっちゃ冬、早く冬になってほしいなっていう願いを込めたお洋服になってます。よいしょ。これにしよう。じゃあこのスカートしましょう。よし、じゃーん、見えない。あ、ポニーテールしたらいいかもしれない。ニットでーす。これをゲットしました。かわいい。そう、かわいいですね。暑そうって、そりゃそうよ、冬服ですってば。そう、これは、そう、襟は別売りなんですよ。襟だけで買ったんですよ、ゲットしたの。下はね、スカートなんです。これも古着です。真っ白、オールホワイトコーデですね。かわいいですね。そう、襟、付け襟みたいな。これだけだと寂しいので襟を買いました。これ一着目です。わー、かわいい。冬服ってやっぱりかわいい。キュンキュンする冬服。お話し会で着ないの書いて、無謀の話し会でね、無謀か、なんかもうお話し会にどうだろう、無謀の時ちょっと暑いかもしれないな。またどこかで見せれたらいいな。こんな感じです。かわいいね。白やっぱかわいいな。白好きだな。うわー、いいじゃんいいじゃん。恐怖初めて我慢してたんですよ。いつもね、買ったらすぐ家帰って試着しないから家帰ってすぐ着るんですけど、今日は配信で初めて着ようと思って我慢してたのよ、着るの。やったー、スクショするからと思って。
よし、じゃあ次行けよ、行きよう。次行きます。次はどうしようかな。次はじゃあこれかな。次はこれだな。これに決まり。次はセーター？セーターじゃないわ、スウェット？スウェットです。です、ね、こうビッグスウェット猫です。これさ、テンとラムやんと思って買ったら3匹いたんですよ。1匹ちょっと多いんですけど、うちね猫2匹飼ってて、あ、スカートそのままなんですけど見えないね、なかなか難しい。こんな感じ。これは襟がもともとついてるんだよ。そう、これはね襟付き、かわいい古着です。これもポーズが、そう、全身写そうとしたらさ、なかなか難しくてね、映んなくてさ、大きめ可愛くて好きって、それな、マジでそれな。続いて、じゃあ続きはスカートを変えたいと思います。スカートもね他にも買ったんですよ。これなんかワンピースとしても着れそうなぐらい大きい。よいしょ、よいしょよいしょよいしょ、これにしようかな。こっちにしよう。これ大きいかな。いつも試着せずにさ買うんだよ、結構。お、いいじゃん。あ、見えない。縦画面なら映せるって。嘘。ま？一瞬。映せない。映せなかった。ダメでした。スカート。見えん。こんな形です。ここにねレースがついてるんですよ。そう、かわいい。インしてもかわいいのか、インしてもかわいいかもしれないね。チェックです。チェックの冬スカート、制服みたいだからって。確かにまた雰囲気違うやつやねって。そうなんだよ、チェック可愛いですよね。これはこれも古着屋さんでゲットしまして、可愛い。スカート可愛いですってね。秋冬やっぱ可愛いですね。秋冬はやっぱり、うん、いいよ。秋冬は最高だよ。じゃあ次行こうかね。早い早いかな。うん、こんぐらいの感じがいいかな。
え、光飛びがすごい。本当今太陽光が出てて、クローゼットの中見せてって。嫌です。めちゃくちゃ汚いので。猫だよ。顔が白飛びしちゃってるけど。そう、ちょっとこっちにしたら死んだ。なっ、映んないね、なかなか。じゃあ次もあれなんですよ。次もスウェット、めっちゃスウェット可愛いの多くてさ、ちょっと予想外に買ってしまったよ、たくさん。こんなつもりじゃなかったけど、まあ可愛いからいいか。次も重ね着をします。次も、じゃあまずこれだけで出よう。これだけ出てますね。よいしょ。白のレースです。今重ね着先駆した。これだけにしてみた。これにパンツです。うん、あ、かわいい。このズボン色が陽気。タッハッ、あ、痛い。いい感じの色ですね。おお、良いじゃないか。冬っぽい。良いですね、なかなか。バイジバランスできない。そう、いつもさ、この色を欲しくて、でなんかズボンパンツスタイル本当にしないから欲しかったんだよ、これ。こういうズボン、スラックスみたいなのも欲しいなって思ってます。両足上がる。わっ、はい、両足上げた。めっちゃポケットに物入ります。確かにめっちゃ入りそう。そしてこれも買ったんですよ。じゃん、これブローチなんですけど、天使なんですよ。これ見えるかな。天使かわいいと思ってこれもゲットしたので、これとかつけたらめっちゃかわいい。エンジェルです。ね、あ、服の中に入れなきゃいけない。これもね、つけたらかわいいですね、なかなか。ポイント、あ、かわいい。天使だ、天使だ、かわいい。やった。いいじゃん、いいじゃん、いいね。天使かわいいな。思ったより可愛くて嬉しい。そして次はこれを着ようかね。これをじゃあ上から着ます。スウェットなんですけど、嬉しそうって、嬉しい。これを上から着たらかわいいんで猫。よし、おお、
っと見えて可愛い。あ、服の色で白飛びしちゃうかな。白飛びしちゃうけど可愛い。そう、クマです。クマ、これね、スカートを変えて、スカートをこっちにする。このギンガムチェックのスカートにするととても良い。よし、じゃん。今スクショタイムです変なポーズ、かわいいね。ポーズむずいんだもん。ポーズのコンセプトは服を全部写すこと。どう？撮れた？みんな撮れた？え、可愛いですよね、このスカートもね。つんないな、難しいな。ちょっとあげよう。ここにね、ボタンがついてるんですよ、いっぱい。ボタンがついてて、真ん中に。そう。で、裾も、ほら、かわいい。森から出てきたんか、みたいな。あなたは森から出てきたんか、みたいな感じのやつです。かわいいよね。かわいいんですよ。疲れてるって疲れたなあ、じゃあ次、もう次最後だ。あ、最後じゃないわ、もうあと2セットいけるな。いや、 やっぱスウェットってさ、冬はスウェットがいいな、いっぱい。やっぱりかわいい冬のスウェット。なんかさ、冬はいつも同じような形ばっかり選んでしまうから、今年はいろんな形のを着ることが今年の風の冬の目標です。そうなのだ。よいしょ。じゃん。続きまして、じゃじゃん、やばい、早く着替えないとバンされちゃう。わさわさ、じゃん。これはシャツですね。これ止めた方が可愛いのかな。そう、これはここにね、ラルフローレンの古着のマークが、なんかリメイクみたいな感じのやつなんですけど、そう、かわいいですよね。これ今パンツ履いてるけど、これインしてもかわいいかなね。うん、
かわいい七分丈ね。ふうも初めてこの形見つけてめっちゃ欲しいと思って。後ろもかわいいね、背中もかわいい。うん、ポージングお願いします。難しい。襟かわいいよね。すぐふざけちゃう。そう。風を待つにしか見えんて。いいね、古着かわいいですよね。これとか髪の毛とか変えたらめっちゃ良さげよ。良さげじゃない？うん。いつも全身全身鏡ってか全身鏡ないんですけど、鏡の前でこう全身見ながらこうやって遊んでます。お、いいね。髪の毛くんで左で。いいじゃん、いいじゃん。アップいい。こうやって遊ぶのがね、特権、楽しい。やってるんですよ。あ、テイラー・スウィフトの、テイラー・スウィフトの真似してじゃあ続いて最後、次最後ですね。次が最後でございます。次はもう一目惚れしてしまった形のやつなんですけど、本当に可愛いって感じ。可愛くて、それと待ちよ、もうしばし待ちよ。もうしばし待たれよ。あと5秒。5 4 3 2 1。これはワンピースです。レトロなんですよ。すごい、めっちゃかわいい。後ろもかわいい。そう、真っ赤っかのワンピースです。これは膝で、なんか本当はこれなんか繋がってたらしいんですよ。1枚で繋がってたらしいんですけど、それをね切ったらしいです。切ってセットアップでスカートだけでも使えるし、
なんか上だけでも使えるようにしたらしい。だから上にさ、これにさ、ズボンピチってしたズボン合わせても絶対可愛いですよね。楽しみ。すごい。え、いいじゃん、いいじゃん。おお、可愛い。やっぱ秋冬最高。秋冬最高。バラ売りにして高く売る作戦かなって、なんでそんなこと言うんですか。しかもセット売りだわ。セット売りだわ。じゃじゃーん。いいね。クリスマスっぽいって。確かに。泡伝坊のサンタクロースクリスマス前にやってきた。急いでにんにんにん、急いでにんにんにん。いいですね。全部古着。そう、今回買ったのは全部古着屋さんで買いました。2店舗かなで買いました。可愛かった。よし、以上やべスタフの秋冬紹介でした。秋冬古着紹介でした。わー、はい、じゃあ元の格好に戻ります。ちょっとでもあれだな、これだけ戻して、いつもの場所でやりたいので片付けをするんだが、服はちょっともう簡単なものに着替えたいので、簡単な服、何もない、何もない、何も起こってない。よしよし、何も起こってない今。何も起こってないよ、みんな聞かなかったことにして。今のは時間が止まってたからさ、聞かなかったことにしてくださいな。急いで、オッケー。よし、世界一楽な服に着替えたので、ちょっと配信場所をいつもの場所にしたいと思います。あ、落ちてしまわれた。今日は6時10分ぐらいまで配信しようかなと思ってます。18時10分の予定です。18時10分まで配信します。ということで、ちょっと移動します。よっよっ、よいしょと。リップ塗ろう。リップの色がない。あ、届かんな。それは届かんな。おう、暴れるくん。
夕焼けだなんて。そうなんだよ、夕焼け影になってる。天気いいね今日。いつもの場所だと落ち着くって。落ち着く。ゆる配信はないんですよ今日は。あの今日はかなりテンション高い。違う、お話し会した後はすごい楽しくて、楽しかった余韻に飲まれてるんだよ、うん、今日はちほちゃんと久しぶりにご飯会を開くので今日夜できないんですよ。そうなの、ちょっとね、だからね、ごめんね。よいしょ。そうそうそう、そういうことかって。そうだからね、今の時間にちゃんとあのファッションショーできたらいいなと思って。でもファッションショーはもともとこの時間にする予定だったんですけど、お腹すかしていかないと。そうでもブラックサンド食べちゃったあ、ちょっとなんか甘いの欲しくなってコンビニに寄ってしまったんだよ。したらさ、ブラックサンダーは売っててから、ああこれはもう仕方ないと思って。でもブラックサンダーは食べたうちに入んないんですよあれはあれはもう入ったうちに入らんです。入ったうちに入らん、食べたうちに入んないです。ちゃんとマイキューともご飯行きやって、行きますよ。マイちゃんとマイちゃんとご飯ね、行きたいんですよ。でもスシローのやつ終わっちゃってさ。でも行きたいんだけどね、次予定合うとき絶対行きたいな。でも本当に最近すごいよく話すんだよな、マイちゃん。うん、お決まり、お決まりとめっちゃ話すんよ。今日もねめっちゃ話した。お決まりとすごいよく話す。昨日の夜も話したし、今日も話したし、うん、そうなの。どんなこと話すのっていや結構激しめよ激しめの話をするんですよ。一生、あ面白い。オタクが聞くと泣くやつってそういうのじゃないよ多分。どういうのだろう。なんか本当にバカみたいな会話ですそういう話。あのくだらない話なんですけど、3人の共通点
なんだろう、そう言われると、え、でも別になんかおきまいが好きなのよ。おきまいのセットが好きなのよ。ふわ、そうなんですよ。めっちゃ好きなんですよね。うん、おふうパイセン感出るのって出ない。ふうはよくお決まりに、なんだよって絡みに行ってますあ、こっち見てるやろって言ってなんだよなんだよってオラオラしながら絡みに行くのにハマってます。最近の風のブームですなんだよって今日も絡みに行きましたそうハマってるんですよそれに沖ちゃんはフーのこと絶対舐めてるから、そう、そう、そうなんだよ、絶対舐めてるんですよフーのこと。いつもではなんかマイカーの時とかはおきちゃんはなんかほのたんとかふうがなんかおきちゃんに、ほのたんとふうがよくおきちゃんめっちゃ話すんですけど絡みに行くんですよ。だからおきちゃんにおいとか言っておい先輩って呼べとか言いに行くんですよ。そう、先輩って呼べ、先輩だろ、先輩だぞとか言って何かあるたびに、あ、先輩だぞ、先輩だぞ、先輩だぞとか言って言ったら、おきちゃんはすごいうるせーってうるせーよって言うから、そう、舐められてるんですよお互いすごいふざけてますね、いつもマイカはそうなんですよ面白いですよね、仲良しです、とっても。マイカ楽しそうだから来たね。そう、今日なんかお話し会でも岸壁ライブの話結構して、岸壁ライブ行きたいみたいな言ってくださる方めっちゃ多くてすごい嬉しかったです。そう、初めての岸壁ライブなんで、うん、行きたいって、来ていけろ、ね、ぜひぜひ。マイカーの岸壁ライブ遊びに来てください。岸壁の季節どんな季節よ。え、すみません、聞いてください、聞いてくださいって口が回らん今日。あれですよ、なんかさ NNB さんとか AKB さんがさ、ライブでファンの方入るようになったじゃないですか。だからさ、フーのさ、フーの予想ね、今んところさ1ヶ月に1回しか、なんか公演がないじゃないですか、課外活動ので、今月ソラハの生誕祭が9月24日にあるんですよ、マイカーで。で、
まあ、10月にで9月24当日がゆみりんの誕生日なんですよ。でってことは10月にゆみりんの生誕祭をやると考えまして、この流れでいくと、まあ予定全然知らないからあれなんですけど、って考えると私11月か、まあ、遅くても違う、早くても10月の終わりか11月の頭かだと勝手に予想してるんですよ、ふうは。って考えるとその頃ワンちゃんファンの人入れる説あるんじゃないかとか思って最近はその妄想ばっかりしてる、うん、まだね全然わかんないんですけど、いやあったらいいなって甘い甘いって甘いかな、あってほしい。だって STU だけなんでダメなんですか、 STU はダメなんか、あの人入れたら NNB さんとか AKB さん少ない人数ですけど入れてていいなーってめっちゃ思った。ふうも本当に直接ファンの人と配信でももっとたくさん、配信ももっとやりたいし、もっとファンの人のやつもいっぱいやりたい、ファンの人の前でも。やりてえでござんすよ。めっさ少ない人数だからねって。確かにな。でもちょっとそういう妄想するのが楽しい早くやりたいなって、ライブいっぱいやりたいなって妄想するのが楽しい。岸壁ライブもそのうち寒くなるって確かに12月とかの岸壁ライブももうみんなカオスめちゃめちゃカオス、みんなってなりながら、フーラもハーってなりながらめっちゃ寒いみたいな、めっちゃカオスなんだけどしかもさ声出せんとかじゃないですか今みんなのさ声出せんから全然なかなかあったまらんやんやばいね、それちょっとカオスだねいや修行だな。衣装あったかいのかって、スチューの衣装でも夏衣装全然少ないんですよ。逆にペダルとか冬だな、うん、暗闇も長袖ですし風を待つも長袖だし、大好きな人は反省だけど、無謀はなんか布です。結構もうペラペラって感じなのでめっちゃ寒いですね。今回の思い出せるもめっちゃ長袖ですけど、あれはでも夏もいけるって感じのやつです。無謀一番寒いですね。暗闇は高いんですよ結構、うん、そうなの、結構いい感じなんですよ。単日植物ライブで生で見たい。シャーナナンシャーナナンシャーナナンナンシャーナナンシャーナナン
フーのポイントは、いつの間にか影が伸びて夏が終わり、夕方にはカーディガン欲しくなった。この次がフーなんですよ。ベランダからで、ここでねあれやってるんですよ、思い出せる恋をしようのいつの日にかってこういう振りがあるんですけど、肩を上げる、そこでベランダからでこうやってやってるんですよ、思い出せるの振りを入れてます。ベランダから見える景色が昨日よりも寂しげに、で膝を抱くんですよ。寂しげに見えてくる、そういいですよね。そうここもまた青をってのところは鏡になってます。あのこれの振りの意図は、また青をってあんたから言われたけどは、なんかここも言われたけど、ここは思い出せてよかったの振りのが入ってます。言われたけどで、鏡振りの意図はなんか自分を見つめるみたいな、お互いをが二人で一つみたいな、風地方で二人で一人の人物で自分を鏡で見つめて相手のことをずっと考えてる。また会おうってあなたから言われたけどっていう、あなたから言われてどういうつもりだったのか考えたっていうのとかもそういう振りになってるんですよ。そう一緒に考えたからね、いっぱい注目してほしいから、早くライブでやりたいですね。そう、めっちゃいいですよ。なんかめっちゃさ、スタッフさんとかにすごい、振りも考えて MV も作ってめっちゃすごいやる気を感じるって、フッチョンのやる気を感じるって言ってくれて、そう嬉しかった。そうなんですってそう、やる気マックスなんですって言ってました。そう、ね、せっかくオリックス、やる気マックスオリックスですかやる気マックスオリックスなんですよ。そうそうそう、いいよね。惚れそうや、惚れてまうやろ惚れてまうやろ。いいね、みちゅがモバメでめちゃめちゃ喜んでるよって、何をだなんだろう、お蜜
お話し会でラブイたくさん言われたって。いや、そんなに言われなかった。なんなら好きなぞって言われたよ。そう、褒めてくれたって。そう、昨日の夜 LINE した。まさかの好きなぞ。今日のおふうとみちのツーショット、そう、みち探しに行って撮りに行ったんですよ今日。うん、なんかやっぱおしめだなと思って、おしめ探しの旅に、おってか出ました、おしめ探しの旅に出て写真撮ってって言って、撮りました。そう、どこに一番惹かれてるのって。みちの好きなとこですか。いや、まず初期の時から一番顔が好きだったんですよ。とにかくまず顔が好き。でもそれは結構もう今となっては二の次というか、もちろん顔は好きなんですけど、なんかなんか可愛い曲はもちろん、もう顔が可愛いから大天才で可愛いんですけど、かっこいい顔、かっこいい顔をするときにちょっとこうなんかクッて、ここのラインが綺麗なんですよ。なんて言うんだろうな、なんかあとなんか口説かせてくれんときとかになんかこうなんかクッていう顔をするんですよ。なんか口説かせてくれみたいな、そのクッてなるこのくの一瞬が好きなの。わかりますかね、なんて言うんだろう、わかる、なんかね、そうなの、そうガッてなる、そこで、そう、そこがすごいなんか好きだなって思いますね。あとはふざけるのに乗ってくれるところとか好き。やっぱりピンときてるよ、君のイメージ金木星よ。みちに見下されたいって。いいね、見下してくれるはずよ。言ったら、言ったらって、言ったらどうでもすぎるか。ふーちゃんのノリも好きって。嬉しい。ふー、どんなノリだろう。みちゅさんってやっぱり後輩にモテますなんて。モテますね、めちゃくちゃ。みちゅと一緒にしたい曲。そんないいんですか。推しメンとおのれぬなんて、なんだろうな、みちと一緒にしたい曲、逆に何がいいと思いますか。かっこいい系。おお、
でもおいいね。アボカド。手もでももいい。手もでも。セクシーな表情のやつって。おお。金にか。禁じられた二人。炎上路線。いいですね。やりたいな。いろいろ。なんかさ、ユニット、今ユニットで活動してるから結構本当に他のユニットのメンバーと一緒に踊る機会がマジでないんですよ。全くなくて、そうだからね、悲しいですね。ちょっと寂しい。本当に全くない。マイカーのメンバーとしか会わないし、レッスン場とかでも自主練の時は会うんですけど、全く合わないですね。うん。ココアとわがままなんて。わがままな流れ星もうだいぶってる間に、わがままな流れ星私の願いを叶えて、チャララランダチャララランダチャララララララチャチャチャ、かわいくなれるように。二期生ちゃんともね、一緒に やりたいですね。仲良くなりたいです。一番好きなユニット曲、そんなの選べない。うーん、でも背中から抱きしめてとかも好きだし、そうだな、難しいですね。黒点もいい、黒点もいいよね。あ、なんだっけ、あれやりたいんですよ。いつか君についてかなっていう曲。そう、君についていつかやりたいんですよね。そうか、なんかいろいろやりたいな。そう、決められないぜ。渡り廊下はもうやってほしい。渡り廊下さん、どんな曲があった。少年よワンツースリー嘘をつけ。これ好き。急に声大きくなってしまった。そう、やりたいですね。
急なボリュームボリュームミスったな。確実にボリュームミスを起こしました。ラベンダーフィールドもやりたいんですよ、いつか。いい曲です。かっこいいのもいつかやりたいですけどね。じゃあちょっと今日の1曲を歌っていこうかな。何歌おうとしたっけな、今日。そうだ、先にハガキカキカキしよう。1枚、本日のハガキカキカキ、ハガキカキカキを先にします。そう、ちなみにね、明日はねちょっと早い時間に配信します。朝9時なんです。夜できなくてすまんです。朝9時、なんかちょっと朝配信になっちゃってる。朝配信って感じなんですけど、9時かな、予定は9時にやって間に合うかな。でも8時45にするかも。2、やりやす。8時45分の方が15分だけ見れたりする？みんなもうちょっと8時半とかだったら見れる？みんなまだ金貨もイヤホンに変えて聞いとくっていかんばいふーちゃんが起きれるんて。いけるわかんないいけると思いますよ。さあ、でも明日広島のお土産を朝ごはんに食べようと思ってたんですよ。そう、じゃあちょっと書いていきますね。112-0013、今夜の風の詩をリアタイだときつくないって。確かに風の詩をリアタイ、しかも今日時間通りにやるかな。東京都文京区、音は東京都文京区、音は 1-2-3、 少年よ 1-2-3、 キングレコードかっこ株 YBC クリエイティブ本部、 YBC クリエイティブ
リエイティブ本部。本部。そして、STF はデート思い出せる恋をしようプレゼント係。音中覚えたぞ。七歩当てた思い出す正解ですよ。覚えた。音中プレゼント係。音中今日さお話し会でさすごい初回限定版も一緒に書いてるよって言ってくださる方めっちゃたくさんいて嬉しかったです。すごいなんかこの間のでも配信の時に消し印のことを勝因だと思ってて、それの後に配信の終わった後にママにすごいふーちゃんほんまに勝因はやばいすごい言われました。それなって言って、いやそれよ勝因はやばい。締め、あすごい6時のチャイムが何個。住所、電話、アドレス。これ本当に全部すごい書くの大変ですね。皆さんありがとうございます。本当に嬉しい。大変な作業をしてくださってて感謝です。希望コース丸4やぶした。ごめん印刷するって全然いいですよ。全然問題ないです。全然印刷でも問題ない。絶対印刷でも全然気持ちは一緒です。私は書き方講座も兼ねてているのもあるので、今日も書けました。頑張るぞ。よし、これを後で貼ります。そう、横書きにしました。縦入んない。はい、それでは皆さん一緒に歌いましょう。歌えるかな。これ好きなんですけど、ちょっとそんなかったらごめんなさい。大丈夫と思う。それでは AKB48 さんで一緒に皆さん歌いましょう。初恋よ、こんにちは。あなたの姿を見つけた。やばい、ちょっと待って、分かんなくなってた。あなたの姿を見つけた時だ。不意に胸の奥がキュンとした。新しい教室に分けられた夏服を着た生徒たち。一緒になれたらと、そう密かに祈っていたよ。ときめきのときめきのクラス替え、クラ
恋よ初恋。え違うよ。ときめきのときめきのクラス替えクラス替え運命が運命がクロスするようにときめきのときめきのクラス替えクラス替え初恋よ初恋よこんにちは上手に話しかけられなくて何度視線だけがあったでしょうぎこちない笑顔のその後で名字で呼んでくれた人廊下や校庭で見かけるたび見かけるたび気にしていたのよだ気にしていたのよ偶然のシャッフルにシャッフルに近づいた近づいた淡い片思い偶然の偶然のシャッフルにシャッフルに初恋よ初恋よこんにちは初めまして呼ぶしたふうです初めまして呼ぶしたふうです初めまして呼ぶしたふうですときめきのときめきのクラス替えクラス替え初恋よ初恋よ間違えたまた運命がクロスするようにときめきのときめきのクラス替えクラス替え初恋よ初恋よこんにちはこの先がこの先がわからないわからない特別な特別な中になれますかこの先がこの先がわからないわからない初恋よ初恋よこんにちはララ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 わーいありがとうございましたはいということで初恋よこんにちはでしたまゆゆさんですねいい曲かわいい曲ですとってもこれあれなのか音楽アプリ風の方 iPad には入ってないのか Apple Music 入ってないわそうかはいということで明日は朝8時半かなちょっとまたメール送ります8時半か8時45からはする絶対なのでもし見れる方はぜひ見てくださると嬉しいです全然お仕事の方はお仕事頑張ってくださいめっちゃ応援してます月曜日から学校の方も学校頑張ってください応援してますすいません応援してますしか言えないうん応援してますとってもニートの方はそうですねニートの方は配信見てくださいニートの方はぜひぜひ配信を見て朝ごはんを一緒に食べて
そのまま寝てください。またはい、じゃあランキングを読みたいと思います。30位がテリーピーさん、29位がナノ、28位がリッピッピー。今週もお話し会あっという間だった、ありがとうって、ありがとう。27位がカズユキケッケン、26位がデュラントさん、25位がマザール。ふーちゃん来週初風初リモートかつ1枚気になるって頑張ろう。24位が田中ジョンさん、23位がポリゴン、ふーちゃん推し。22位が中ポンさん、中ボンさん。21位が深夜ポチ推し、お話しか、あ、ポチ連れてくるって言ったのに、あっちに寝転んどるが、寝転んどるが。20位がダダダさん、今日のファッションショーはラブイ、よかったですか、嬉しい。19位がミルク、配信ありがとう、ヌートのお食事会楽しんでって、お、嬉しい、楽しんできます、いっぱい語ってくる。18位がデミデミもちもち、かわいい、もちもち、めちゃ伸びる今日も、よきよき。17位がカープ初公開、ふーちゃんが一番可愛い嬉しい、ありがとうございます。16位が、ドリンさんファッションショー最高やったで、おまた新しい服買ったらお披露目会しますね。15位がセティンさん、ようやく土曜日にお話できる、今週乗り切るぞって、頑張ってください。今週10位はそうめん、来週ふーといっぱい話せるの楽しみでしかないって、待ってますよ、いっぱい話しましょう。13位がひーちゃん、おふうとふざけたい、お寿司は一応、お寿司お寿司お寿司12位がともきさん、ん、来週末おふうとお話会ってだけで明日から仕事頑張れる、頑張ってくださいね、明日月曜日とかもう聞いてないよ。11位がムニエル、ふう服つながりで生誕ティーはもう考えてもた、あ、忘れてた、考えなきゃね、そろそろどんなのにするか、ちょっと頭ひねります。10位がトスキー、おふうとのお話し会まであと5日、待ってます。9位がブビンさん、ありがとうございます。8位がキャキャキさん、ふーちゃんのおかげで毎日笑顔になれるよ、嬉しい、すごい、こんなふざけた配信なのに嬉しいです。7位が鳥取さん、ふーちゃんの分まで鳥取の20世紀梨を食べてくれ、20世紀梨、あ、20世紀梨じゃないわ、ふう今あるの、家には香水があります、梨、幸せの水の香水あります。6位が正しい、ありがとうございます、今日もお話し会ありがとう。5位はおふう推しのたくさん、今日もお疲れ様って、ありがとうございました、嬉しい。4位がトップ D のおしおさん、今日はお話し会楽しかったよね、 T シャツ待ってます、ありがとう。3位がともやさん、ありがとうございます、ともやさん今日もありがとうございました、楽しかった。そして2位がしんちゃん、しんちゃんありがとう、しん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 ありがとうございます。そして1位がまさし、お話し会ありがとうって、ありがとうございます、もうこちらこそありがとうございます、やった、ありがとうございます。はい、ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。約1時間20分ぐらい配信できてよかったです。今日も配信楽しかった明日からも月曜日ね、本当にね、月曜日って本当になんで来るんだろうっていう感じなんですけど、月曜日が来るってことは週末のお話し会が来るということなので、楽しみに、また明日もメール送りますので楽しみましょう。それではまた、バイバーイ、今日もありがとうございました、メール送りますね、またバイバーイ。